大塚光雄議員の質問を許可します。大塚議員。25番目ということでございます。我が会派ではもう最後のバッターということですので、しばらくお付き合いをいただくと同時に、大変お疲れなところですけども、申し訳なくというふうなことはいらんというふうに思うんですけども、申し訳ないですけどもお付き合いいただきたいというふうに思います。それではもう1点だけの質問ですので早速始めたいというふうに思います。職員研修としてはですね、実務研修や管理職研修などスキルアップを図るものや自己啓発に資するものなど、さまざまな研修が実施をされています。私はその中でも人権研修は最も重要な研修として位置づけられるものだと思っています。そこで改めてお聞きをしますが、今市役所では正職員、再任用職員、任期付き職員、非常勤職員、臨時職員などさまざまな雇用形態の職員が働いておられます。枚方市職員人権研修は誰を対象に行われているのでしょうか。また研修の内容についてもお聞かせをください。そして研修の効果をどのように評価検証をされているのか、以上まずお尋ねをいたします。長澤総務部長。職員の人権研修についてお答えいたします。職員人権研修につきましては、職場研修の必須科目として各職場において毎年実施しております。対象といたしましては、正職員、再任用職員は全員が受講、任期付き職員、非常勤職員、臨時職員等につきましては可能な限り受講するように取り組んでおります。研修内容につきましては、枚方市職員人権研修基本方針の趣旨を踏まえまして、人権問題について幅広く認識できる内容や、その時々の社会状況に即した内容等を設定し、講義形式だけではなく、具体的事例について職員自身が主体的に考えるといった参加型の研修方法も取り入れながら実施をしております。研修の実施後には受講した職員から報告書の提出を求め、その内容を検証し、今後の効果的な研修の実施につながるよう取り組んでいるところでございます。お疲れ議員。それではですね、これから一問一答ということで、よろしくお願いいたします。まず市民にとってはですね、市役所で働く職員のいわゆる先ほど申し上げましたような勤務形態などに関係なくですね、窓口で対応する職員はすべて市の職員でしかないわけでございます。ですから市役所で働くすべての職員に人権研修を持って仕事に取り組むことが求められているふうに思っています。そのためにも所属長の役割は大変重要であり、所属長自身の人権意識も問われることになります。例えば忙しい業務の中ではありますが、所属長にはその必要性を認識していただいて、身近な職場から非常勤職員や臨時職員などすべての職員に人権研修を実施し、人権感覚を養わせていくといったことが必要ではないかとも考えています。そこで人権に対して市職員とは本来どうあるべきかということについて、市の見解を改めてお尋ねをいたします。長澤総務部長。人権に対する市職員のあるべき姿についてでございますが、枚方市人権研修基本方針に掲げます研修目的にもありますように、職員は人権尊重の視点に立って職務を遂行するとともに、人権問題の解決に向け地域における推進的役割を担うため、人権施策の基本方針について理解するだけではなく、人権施策の担い手であることを自覚し、人権課題に敏感かつ
柔軟に対応できる力を持つことが必要であると考えており、すべての職員がこのような意識を備えておくことが本来の姿であると考えております。大塚議員、はい、そうしますとですね、枚方市の人権研修基本方針の目的、今おっしゃいましたように、人権尊重の視点に立った職務の遂行、地域における人権問題の解決の推進的役割を担う人権課題に敏感かつ柔軟に対応できる力を持つこと、すべての職員がそのような意識を備えておくことということであります。このことを実現するために人権研修に取り組んでおられるというふうに理解をしています。それではこの枚方市職員人権研修基本方針を策定をすることになった経緯についてお尋ねをいたします。長澤総務部長。策定の経緯についてお答えいたします。本市では従前よりそれぞれの職の階層に応じて人権同和問題についての研修を行っておりましたが、平成元年から平成2年にかけまして、庁舎内で連続して被差別地区住民の心を傷つける悪質な差別落書き事象が発生いたしました。この一連の落書き問題に対応する中、人権同和問題への取り組みが不十分であったと、このことを謙虚に受け止め、体系的継続的な職員人権研修が必要であるとの認識から、人権擁護推進本部での検討を経て、平成2年3月に同和問題をはじめとする人権についての正しい理解と認識を深めることを目的とした枚方市職員研修人権同和問題基本方針を策定したものでございます。しかしそれにもかかわらず、その後平成12年9月にも庁舎内におきまして障害者に対する差別落書き事象が発生いたしました。市では平成13年4月に枚方市職員人権研修基本方針を新たに策定し、すべての職員に対して体験型の人権ファミリー研修を実施することなどを定めました。その後平成18年度までの5年間で全職員がこの研修を受講したところでございます。平成21年9月にはその総括を行うとともに、職員人権研修を行うにあたっての目的と視点を改めて明確にした現在の枚方市職員人権研修基本方針、これを策定したところでございます。大塚議員。それではですね、この枚方市職員人権研修基本方針の策定についてです。続いて中心的に論議をされ、また議論をされ、検討されてきた枚方市人権擁護推進本部とはどのようなものか、改めてお伺いをいたします。北村政策企画部長。はい。枚方市人権擁護推進本部は、市民の人権擁護を積極的に推進するために設置されているものでありまして、職務といたしましては、一つに人権の擁護に必要な事項について調査し審議し及び決定すること、2番目として人権の擁護に関する各部局間の事務の連絡調整を行い及び推進を図ること、この2点でございます。市長を本部長、副市長、教育長、上下水道事業管理者、病院事業管理者を副本部長とし、部長以上の職員で構成されているものでございます。大塚議員。ありがとうございます。それでここでですね、いわゆる人権問題、今の基本方針の策定に、も含めまして、少し、お話をしたいというふうに思います。もちろん質問ですので、最後に質問をさせていただきますけれども、よろしくお願いいたします。いわゆる1987年に、昭和62年のことでございますけれども、松原結婚差別事件が起こりました。これは松原市に住む女性に対し、枚方市の男性が同和地区出身ということだけで、いわゆる結婚についての差別をしたという事件でございます。この事件を契機に、人権啓発に取り組む、いわゆる人権擁護委員さんを中心にして、市民組織としての人権を考える市民の会が発足いたしました。1993年、平成5年に、
人権尊重都市宣言が議会で決議をされています。続いて2004年平成16年には枚方市人権尊重のまちづくり条例、今先ほど野村議員の方からも提起がありました、その条例が制定をされています。これらの人権施策を具体化し推進していく中心に枚方市の職員があり、その役割は非常に重要なことだというふうに思います。だからこそ今おっしゃいました職員人権研修が推進されているというふうに思っています。先ほど答弁をいただきましたように、それは枚方市の職員の人権を無視した差別から始まったと言っても過言ではないというふうに思っています。差別発言、差別落書き等の事象に対し、その都度市役所全体の問題として捉え対応されてきたというふうに思います。特に先ほど言われました1989年、平成元年のことでございますけれども、9月からほぼ1年間続いた枚方市の庁舎内にトイレの差別落書き事件は深刻な問題でした。市役所別館地下のトイレにまで落書きがされ、残念ながら内部の者の行為と断定をせざるを得ない。その当時の市長はいわゆる後遺者を探すのではなく、差別を許さない職場の確立、人権研修の充実等を訴えられました。当時の啓発ステッカーが今も庁舎内のトイレに貼られています。そのような経過のもとで、経緯のもとで基本方針が策定をされてきたというふうに思っています。そこで改めてお聞きをしますが、今年4月に市内で配布されましたゴミ収集職員をゴミ職員といった不適切な表現がありました。聞くところによりますと、これは誤植であったということですが、このことについて人権課題に敏感かつ柔軟に対応できる力を研修で養っておられる人権擁護推進本部の皆さんから何らかの問題提起がありましたのでしょうか、お尋ねをいたします。北村政策企画部長。はい、ただいまのご質問の件につきましては、個々の人権擁護推進本部の委員において問題意識を持ち、その上で対処について意見交換をしてきたわけでございますが、人権擁護推進本部を開催するということには至っていないということでございます。大塚議員。ここからですね、あまりヒアリングでうまくいかなかったんですけども、今人権を推進本部を開催をされたかどうかを聞いているわけではないんですね。今部長さんの政策企画部長さんの方からお答えをいただきました。それは人権政策室の担当されている部長さんということでの立場上のお答えだというふうに思います。こういったことですね、今先ほども何回も申し上げますけれども、二度といわゆるそういった差別を許さない、そういったことでの人権擁護推進本部が策定をされました人権啓発、職員の人権研修基本方針、これをですね、本当に策定以来今日までそういったことで、研修を重ねたというふうな前提に立つ本部の委員さんがですね、そういった発言しかないということは極めて私自身は残念な思いをするわけです。どういった研修を、人権研修を繰り広げられてきたのかということが本当に問われるというふうに思うわけであります。どなたからもそういった問題提起も本当になかったのか、再度お尋ねをいたします。北村政策企画部長。はい、人権の問題につきましては、全てのことが常に、市民全体に関わることであるという意識を持って臨むことが、人権の意識として必要であるわけでございます。研修等によりまして、その意識を、徹底しなければならないというふうに感じております。大塚議員。
その状況をですね、やっぱり一人一人が本当に考えていただく、直して、考え直していただくということが、まず大切だというふうに思うんですね。ところがですよ、先般、議長の方からですね、私どもにご案内がございました。これは人権擁護推進本部研修会の開催ということで、ご案内をいただいたんですけども、これとですね、今回は、これ、毎年人権擁護推進本部の研修会やってますと。ですから、同時に議員さんも参加していただければというような内容ですけれども、これはですね、今申し上げたようなことを動機にしながら、開催をされるのか、また私どもの議員にもご案内があったのか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思います。北村政策企画部長。はい。今後、私たち職員の人権意識、人権感覚をさらに高めるために、今月に、臨時に、同本部を研修会として開催をいたしまして、すべての市民の人権が尊重されるまちづくりを目指して、改めて人権について学び直していきたいというふうに考えておりまして、職員、議員の皆様、これは広くご参加いただけたらというふうに考えております。大塚議員。もう一つね、よくわからないんですけども、いわゆるこういった問題についてね、見逃したとかそういうことを言うてるのではなくって、やっぱりそれは人間の子ですから、いろんなお立場も理解をできます。そういったことを乗り越えて、こういった人権問題については取り組んでいくということが、いろんな町内で起こりました。そういった差別の事件に対応して、これからこれを学んでいったというふうに僕は思ってるんですけども、なぜちょっとそういった詳しく言うんだということですけども、大変私もその当時、この問題に関わっておりましたので、すごく反省もするわけです。そういった意味では、本当にこう、日々の、なんと言いますかね、自分で見えてくる、そういったことについて、やっぱり敏感な人権意識を養っていくということが、本当に大切だなというふうに思うわけです。そういった意味で、これ以上はですね、企画政策部長をですね、政策部長を責めているわけにはいきませんので、これからのいろんな意味でのもう一度ですね、原点に戻って、人権擁護推進本部の、事務局を担っておられるんですかね、そういう立場も含めましてね、やっぱりそういう職責ですから、それを十分に全うしていただきたい、そのことがこれからの職員のいわゆる仕事の取り組みといいますかね、そういったことについても十分反映をしていくというふうに思うわけです。それをまず一点要望をしておきたいというふうに思います。それからですね、先ほど申し上げましたいろんな町内での出来事をいわゆるこう職員が一丸となって克服をしながら、そういった人権意識を目覚めていくということの中心的にこの基本、人権研修基本方針があるということを再度認識をしていただいて、ここにおられるですね、議員におられる職員さんですか、すべての方が人権擁護推進本部の部員さんであるということも前提に立ってですね、これからもこの契機にですね、取り組んでいっていただきたいなというふうに思っています。そこで一つだけ私自身もいろんな意味で、言っておきたいんですけれども、例えば先ほど申し上げました、いわゆる配布ビラがされました。私の意味には入ってなかったんですけれども、いわゆるそういったことを当事者の皆さんから聞きますとですね、例えば何の断りもなくですよ、自分の家にビラが入ってくる、誤植であったかどうかはわからない段階ですね。そういう中でやっぱり、当事者である、例えば民間の清掃の従事されている方、その方の家族、子どもさん、非常に嫌な思いをされたというふうに思います。また私自身もそういった当事者の方から残念やというふうなことも
お聞きをいたしました。そういったことについてですね、本当に枚方市全体の人権を推進していく、そういうことの枚方市の職員さんがその先頭に立っていただく、それが本当に重要なことではないかというふうに思っているわけです。これを契機に再度申し上げますけれども、人権擁護推進本部でゼロからの出発でもいいんですね。本当にそのことを見抜きながら共有化していく、そのことが一番大切だというふうに思っています。そこで最後にですね、人権を推進本部の、市長にお聞きをいたします。もう一度申し上げますけれども、人権研修のいわゆる町内で持っております基本方針の視点というものが明記をされています。その中にはさまざまな差別がいまだ現存し、人権感覚や知識の欠如により職員自身が差別する側に立ち加害者となる場面があるということを再認識させること、差別主張についてそれを傍観することは結果的に差別に加担することとなり、これも同様に差別の加害者になりうるということの気づきを促すこと、相手の立場に立った行動言動が当たり前にでき、人権問題を自分自身の問題として捉えることができるように工夫すること、これが枚方市の職員の人権研修の基本方針なんですね。そういうことを再度本当に考えていただきたいというふうに思います。これは以前二回ほどですかね、映画監督の山田洋次さんが枚方市も来られて講演をしていただいています。この方の言葉に、相手の気持ちになってやれるとか、その人の立場に立って物を考えてみるとか、その人の幸せのために自分はどうすればいいかと真剣に考えるとか、そういうことにかけては虎は誰にも劣らない能力を持っていますけれども、そういう能力は今日の学校では全く評価されないし、逆にペーパーテストさえ良ければ他人に対する思いやりなど皆無の冷酷な子どもでも優れた生徒だという評価を受けて一流大学に進めるんですね。これが山田洋次さんの言葉です。相手の立場に立って行動できる市の職員、それが枚方市の心を豊かで生きがいのある地域社会を作り出す原動力だと私は思っています。市長のお考えをお聞きをし、質問を終わります。竹内市長。ただいま、大塚議員から人権研修の根幹にかかるところの問題提起をいただきました。改めて、その基本要項ができてから二十数年の時間の経過を経た上で、毎年毎年幹部研修を、人権研修をやりながら、人権研修という言葉がこれが言葉として素通りしてしまったんではないか、今改めてもう一度全職員がきっちりと受け止めて、人権研修、そういう実務ある研修としてやっていかなければならない、このように思っております。これにて大塚光雄議員の質問を終結します。